馬上槍試合は中世からルネサンスにかけて西欧で流行した騎手の技量を争う競技会、または模擬戦争である。トーナメントは馬上槍試合の競技会であり、その種目としてトゥルネー、ジョスト等があった。また、正式のトーナメント以外にも各種の類似の競技会があった。日本語ではいずれも馬上槍試合であるが、以下の文では区別のためにそれぞれの用語を使用する。 武器は特に槍には限らず、ほとんどの種類の武器が使用された。また、トーナメントの競技には徒歩による戦いもあった。トーナメントでは、剣も用いるバーテル・ミー・デック・ガデュ・カンジュンが編纂した中世用語集の中で複数のトーナメントの定義が示されているが、ロジャー・ホーベデンによる次の定義、敵対心からではなく実技の練習と勇敢さの疲労のために行われる軍事演習が、 最も的確である。初期のものは、いくつかの形式や聖権がある転移以外は、ほとんど実際の戦闘と変わらず、倒した相手の部ム馬を奪うのはもちろん、捕虜にして、身の白金を取ることも行われた。12世紀から13世紀には、キリスト教徒同士の戦争は平地に、双方の騎士が集結し、真正面から戦うことが美徳とされたため、戦争の方がトーナメントに近かったとも言える。 これらの模擬戦闘、試合には様々な種類があったが、その詳細は明確でないものも多く、文献によってその名称や分類が異なることがある。すべての時代において、武器を所有する者は平和時に軍事を模擬した演習、ゲームを行っており、古代ローマの剣闘士試合では、騎馬投士が槍とグラディウスを持って戦う催しがあった。トーナメントと呼ばれるものがヨーロッパに出現したのは11世紀である。 中世の人々自体が起源伝説を作成しており、12世紀終わり頃のトゥールの年代記作者は、1066年に死去したアンジュの貴族がトーナメントを始めたと推定している。16世紀の文献では、ハインリヒホ女王の生涯の中で示されている。1160年代の資料では、すでに14世紀頃と変わらない競技に発展していることが示されている。 トーナメントにおける乱戦、マネッセ社本トーナメントの中心は、騎士が2つに分かれて、突撃を行うトルネー、またはメレで、2人の騎士が1対1で戦うジョスとは、同時に行われることが、多いが主要競技になることはなかった。トーナメントの標準的な形式は、1160、1170年代の、ウィリアム・マーシャルの生涯やクレティアンド・ドトロワの、 騎士道物語等に示されている。トーナメントは四順節の期間を除いて年中開かれた。通常は月曜日、火曜日だが金曜日と日曜日以外なら他の日に開かれることもあった。トーナメントの会場は通常2週間前に発表される。最も有名なトーナメント競技場はフランス北東部にあり、トーナメントシーズンにはヨーロッパ中から数百人の外国の騎士が集まった。 騎士たちは、個人や団体で到来し、宿泊用に用意された二つの会場のどちらかに滞在した。見物台が作られる、主要会場の競技場でトーナメントは始まる。トーナメントの日には、一方の側が主要会場の内側に集まり、他方が外側に集まる。トーナメントに参加する騎士、マネッセ社本前日には、地元の有力者による宴会が、それぞれの会場で開かれ、 前夜や祭りとして、ジョストと呼ばれるが行われ、個々の騎士にその能力を披露する機会が与えられた。当日は、まず両方の隊が行進した後、時の声を上げ、両方の隊から進み出た個人によるジョストが再び行われる。通常は、新米の若い騎士などが機会を与えられた。午前中の中頃までに、騎士たちは突撃のために列を作って並び、ヘラルドの掛け声を合図に、 ランスを水平に構えて、それぞれの相手に向かって突撃する。落馬せずに残った騎士は素早く方向を転換し、次に攻撃する騎士を選ぶ。境界線上には、従者がいて、三本の階のランスを用意していた。やがて競技は、乱戦となり、両方の騎士が身の代金目当てに相手側の騎士を攻撃し、二つの会場の間に、競技場として設定された。 数平方マイルの空間に両陣営が疲れるか、日が暮れるかすると終了する。もし片方が突撃により崩れて自陣に配送し、境界線や警備の不評体の後ろに逃げると、それ以前に終了することも多い。トーナメントが終わるとその日のパトロンが豪勢な宴会と余興を開き、両陣営における最優秀騎士が選ばれて、祝福を受けた。早くからトーナメントは非常に人気があった。 イングランドで最初に、トゥルネーについて書かれたものは、ボリックシャーの騎士オズベルト・アーデンの旅行許可書で、ノーサンプトンとロンドンを旅行し、さらに、イギリス海峡を渡って、フランスの競技会に参加したことが示されている。この許可書は1120年代以前のものである。北フランスの大きなトーナメントには、ドイツ、イングランド、スコットランド、オクシタニア、スペインから数百人の騎士が参加した。 1179年11月にルイ・世が息子の体幹を祝って開いたラニ・シュール・マーンのトーナメントでは3000人の騎士が参加したとの記録がある。1279年にフィリップ3世がサンリスとコンピエニュで開いたフランス王主催のトーナメントはより盛大なものだった可能性がある。トーナメントに貴族が熱狂したことは1120年代以前に中心地である北フランスから 開催地が拡大していることに現れている。イングランドとラインランドでの最初の開催は1120年代で、ある。ウィリアム・マーシャルの生涯では1160年代に、トーナメントが中央フランスとブルターニュで開かれたことが示されている。ベルトランデ・ボルンがトーナメントの世界に関して語った作品では、北スペイン、スコットランド、神聖ローマ帝国で開催されたとしている。 ラウターベルク年代記では1175年までにトーナメントの熱狂はポーランドに至ったとしている。このような大きな関心と広がりを考慮すると、すぐに国王や教会などの権威がトーナメント禁止令を出し始めたことは奇妙に思われる。1130年に教皇インドケンティウス2世はクレルモンの公会議でトーナメントを禁止して、競技で死亡した騎士のキリスト教による埋葬を禁じた。 通常、教会が禁止する理由は、貴族たちがトーナメントに熱中するあまり、キリスト教世界の防衛という、より重要な戦争をろそかにすると考えたためである。しかし、イングランドでヘンリー2世が禁止した理由は公的な秩序への脅威が理由である。トーナメントへ向かう騎士は途中で、強盗や一般人への乱暴を働いたりしがちであり、ヘンリー2世は、 スティーブン・ウォー時代の無秩序状態からの秩序の回復を非常に重要視していた。このため、大陸領土においてはトーナメントを禁止しておらず、彼の3人の息子は非常にこの競技を好んでいた。ただし、1186年にジョフロワがパリでの試合で亡くなると、名優の死を悼んだフランス王フィリップ2世は、その後、息子の類発生にいかなる試合への出場も禁止している。 1192年以降は、イングランドで再びトーナメントが許可された。リチャード1世は6カ所の開催許可地を選定し、開催に対して認可料を徴収した。しかし、ジョンとヘンリー3世は、気まぐれな禁止令を出したため、貴族たちは困惑し、競技の人気は低下した。フランスにおいては、1260年に、ルイ9世が、王領におけるトーナメントを禁止し、 彼の子孫は概ね近霊を継続した。現代のルネサンス祭り当時、トーナメントに似た各種の催しが行われ、しばしばトーナメントと混同されている。最も一般的なのは母ーとで遊びのトーナメントであり、非公式に色々な場合に行われた。1171年に書かれたウィリアム・フィッツ・スティーブンのトマス・ベケットの生涯では、ロンドンの若者たちが、 定期的に行っていたことが記録されている。母法とは、旅の騎士や従者の一団の間、あるは公軍中の軍隊等でも行われた。宮廷の催しの一部として行われることもある。主な特徴は、武器と防具を限定したことと馬術を重視したことである。チロシニアは、フライジング司教王党が1127年にビルツブルグで開催された競技に言及したのが最初である。 これは新たに騎士に助任された若者を対象に開かれた。若い騎士は経験が少ないため子さんの騎士に簡単にあしらわれることが多かったが、チロシニアに参加することで大きな危険を犯さずに経験を積むことができた。王族や上級貴族の若者が騎士に助任された時に開かれることが多い。同種の催しとして都市トーナメントが都市の浮遊な若者の間で開かれた。 これらは単なる母法とというより、貴族のトーナメントの模倣である。この種のトーナメントで最も有名なのは、フランドルの大きな都市の市場外で開かれたもので、1283年以前に、リールでの例が最初に言及されている。出場者は、都市市民だけに限定されているわけではなく、近隣の田舎の騎士も参加したが、開催場所や主催者は、貴族の開くトーナメントとは、 明確に異なっていた。トゥルネーは、この種のトーナメントでより長く残った。馬上やり試合、ジョスト前述したようにジョストは早くから、トーナメントの一部であった。主要競技であるトゥルネーの前日の夕方に前夜、祭りとして行われるとともに、トゥルネーの前座としても行われた。12世紀頃にはトーナメントにおけるジョストは、しばしば禁止された。禁止の理由は、ジョストを行うことで騎士が、 メインのトゥルネーに参加しなかったり、不正行為に利用されることがあったからである。1160年代のトーナメントで、フランドルハク・フィリップは彼の随員と共に前座のジョストを行い、他の騎士が披露して捕獲しやすくなるまでトゥルネーには参加しなかった。13世紀の初頭までにジョストは人気を獲得しており、1220年代からはトーナメントとは別に開催されるようになった。 ウィリアム・マーシャルの生涯では、1224年頃に、ジョストがトゥルネーよりも貴族に人気があったことが記述されている。1223年に、キプロスでベールウト教ジャンデイブランが開催した、初めてジョストだけの円卓の催しが記録されている。これは参加者がアーサーを伝説の騎士に奮して円卓に集まり、ジョストの対戦相手を決めるものである。 円卓の催しは13世紀に人気があり、ジョスト競技会の予選としても行われ、騎士も従者も参加した。その他の形式のジョスト競技会も同時期に始まり、14世紀までには、ジョストはトーナメントが廃れるのに伴う貴族の娯楽を埋めるものとなった。様々なメーストーナメントにおいて、特別な武具や防具が使用されたかは難しい問題である。さらに問題になるのは十二。 13世紀の騎士と軍馬の装備が戦争のためというより、むしろトーナメントの必要に応じて、どのように改造されたかということである。しかし、資料によりはっきりしているのは当初はトーナメントで、使用された装備は実戦で使用されたものと同じだったということである。ただし、大部分の場合、トーナメントでは、剣は歯を鈍らせたものを使っていた。13世紀頃に少なくとも、 ジョストにおいて変化が起こった。1220年頃のランスロットの歌では、ジョストでは特別のスピアを使ったとしている。1252年のオールデンで開かれたジョストでは、戦闘の代わりにリング状のソケットをつけたランスが使用された。1292年のイングランド王エドワード一世が発布した武具に関する条例ではトーナメントでは鈍らせたナイフと剣を使うことが規定されている。 しかし、この規定は、むしろ、それまでは、一般的に、そうでないものを使っていたことを示唆している。トーナメントが伝れるのは、直線的な過程ではなかった。14世紀の社会では、アーサー王時代を理想とする、騎手道物語がトゥルネーを扱っているため、トゥルネーは、選手としての重要な技術だと考えられていた。トーナメントはイングランドでは、 エドワード一世やエドワード三世のような武勇や十字軍を好む王の時代に復活した。しかし、それにもかかわらず、後者の時代にトーナメントは終焉を告げた。エドワード三世は技術疲労的な競技会や主字に助スとのみの催しを進め主催した。イングランドで開催された最後のトーナメントは1342年にダンスタブルで行われたもので、 ジョストによりトゥルネーの開始が遅れ、突撃を行う時には、火が沈みかけていた。フランスでは、トーナメントはもう少し長生きし、1379年に、ブルフヘで最後に開催されたのが知られている。同年に、フランドル博が、ヘントでトーナメントを開催することを告知すると、同市の市民の暴動が発生した。彼らの不満は、トーナメント開催により発生する、費用負担のためであった。 ありがとうございます。